宮古競栄バス合資会社は、沖縄県宮古島市に本社を置き、宮古列島で路線バス、観光バス事業を営むバス会社である。他に関連会社の合資会社、共栄タクシーがタクシー事業を営んでいる。宮古島の南部を中心に、宮古島市の中心市街地と、旧軍部の旧上野村、ぐすくべ町、下地町、いら部町の地域を結ぶ6路線を運行する。 バス停名、共営車庫にある車庫が運行の拠点である。蒸気遠隔にある移転前の車庫は、バス停名をヒララとしており、同じく、宮古列島を営業エリアとする8000台バスも、同名のヒララバスターミナルを拠点としており、両ターミナルは、バス停名が、同名にもかかわらず、離れた場所にあったが、移転後に、名称の重複は解消されている。また、両はに、 宮古島市中心部に乗り入れるにもかかわらず、かつては、重複区間も接続停留所も全くなかった。しかし、イラブ大橋の開通に合わせて、イラブ島の共和バスを含む3社が、平良港への乗り入れを開始し、結節点となった。平良港で3社の乗り換えが可能となった。2021年1月4日より、結節点は、宮古島市役所へ移動し、各系統。 平良中心部の経路を変更している。共栄車庫発着便のうち、全便が経由する4番を除く路線は、平日の午前中に、旧軍部から平良後方面に向かう、便1から2本は、県立宮古病院、実業高校経由となる。なお、宮古病院からの会議の便は、ニーズが不確定として経由されない。 ダイヤ平日と土日祝日ダイヤがあるが、学校の春、夏、冬休み期間は土日祝日ダイヤでの運行となる。ただし春、夏、冬休み期間でも平日は、都病院を経由する6路線。以下の経路の表記においては経由する便としない便またはどちらかを経由する便の設定があることを示す。 系統1番平良と島の南東部の旧具スクベ町の福佐と良地区を結ぶ路線である。福佐とはラケット上に循環運行するが、午前は南福副大道、午後は大道回復の順に運行。5本の運行。他に平日の始発便は小良始発大道、宮古病院経由。系統2番平良と島東部のヒカ地区を結ぶ路線である。名は、 ラケット上に循環運行する。平日、土日祝日とも日本運行で、午前1本は、野原越三北の順で、午後1本は、三北、野原越の順で運行。系統3番平ラと島の南部の旧、ぐすくべ町域西側のともり地区を結ぶ路線。平日5本、土日祝日4本運行。朝の平日のみ、運行便は、共栄車庫発の経路は、 沖木前、市場通り、宮古島市役所などを経由しない。野原支園は、基本的にラケット上に循環運行するが、午前は、中組花切れ、午後は花切れ中組の順に運行。また5本のうち3本は経路に、西中を含み、2本は、西中を通らず砂川、ともりを、往復運行する。系統4番平良と島南西部の夜中。 カデカル両地区を結ぶ路線である。ヨナハで折り返す便が1本、クリマ島で折り返す便が1本、イリエ周辺部の入江カデカル地区を回るラケット型循環経路の便が2本あり、午前はカデカルヨナハの順、午後はヨナハカデカルの順に運行。他に平日のみ、カデカル始発のヨナハ周りの便が1本あり、この便は、宮古空港は経由しない。 系統小判平ら,らと島の南部の旧上野村域を結ぶ路線。東津馬園は旧上野村域を一周するラケット型循環路線である。平日5本、土日祝日4本運行。朝の平日のみ、運行便は、共栄車庫発の経路時は、お気ぎ前、市場通り、宮古島市役所などを、往復とも宮古空港をそれぞれ経由しない。 野原公民館前は平日朝運行の1本と、毎日運行の3本が経由する。2016年3月1日の改正により、系統番号が6番から5番に変更された。系統9番宮古島南部の東急ホテル前から、宮古空港及び、平良市街地を通り、伊良部大橋から、宮古下地島空港ターミナルに至る路線。ルートは、中央交通が運行する。 宮古下地島エアポートライナーとほぼ重複している。イラブ島内は島の南岸を走行し、共和バスと重複しないルートを取る。空港アクセスバスであるが、クローズドドアシステムを採用する、中央交通と異なり各停車地相互換で利用、可能。下地島空港を発着する国内線に合わせて運行。帰り便は飛行機到着遅延の場合は出発を遅らせる。 なお飛行機欠航時には運休。系統5番2002年4月1日に、宮古空港、東急リゾートホテル間の無料シャトルバスの運行を開始。2014年3月31日に廃止。系統7番平良と、滋賀市街地南西部の旧正地区を結ぶ、短距離の路線。平良では、他路線と違い、本社バスターミナルではなく、宮古島公設市場の向かいにある。 駐車場前から発着していた。かつては市場へ通う業商人が多く利用し、最盛期には日中30分間隔で運転されていたが、近年は利用客も減少し末期は1日1往復のみの運行であった。2016年3月1日廃止。なお、同社の運行路線で唯一、県、市からの赤字補填金の対象から外れていた。イスズ、日産ディーゼル、 三菱不装、日野の国内4メーカーを揃えている。路線車に関しては、これまで自社発注の車両が占めていたが、現在は本土から移籍してきた中古車両への代替が進められ、2011年6月からはスロープ付きのワンステップバスが導入されている。また、以下の特筆すべき特徴がある。冷房以外は、宮古地区の路線バス業者に共通である。 かつて存在した遺跡者の供給元、ありがとうございます。